SIP。 こんにちは、はい、始まりました、シットでございます。本日のゲストはこの人、 6LDK です。拍手。今回ですね、ファミリーマートに面白焼きそばがね売ってたのでね、こちらをレビューしていきましょう。はい、ご紹介してください。ブルーンシューン、イカスミ UFO。 イエーイ。気になるよね、味。これは食べたことないですからね、みんな。イカスミ焼きそば、イカスミ焼きそばは、ほんとイカスミパスタは、いや、ほんまにないんちゃうかな。こんなん言ってる間にね、そう、食べましょう、早く来た話なんですよ。3分やからね。早速じゃあ作っていきましょう。じゃあ俺ちょっと作ってくるわ。はい、じゃあじゃあちょっと行ってきます。はい、今シット君がお湯を入れてきました。お湯を入れに行きました。僕はシット君と同じ高校の友達です。はい、よろしくお願いします。はい、お湯切ってきましたということで、ね、早速作っていきましょう。でね、これの作り方をちょっとネットで調べて、はい、めっちゃ美味しそうなやり方があったんで、ちょっと後で発表するんですけども、先にちょっといつものとね、はい、違うかっていうのをね、ちょっと判断してもらうために、ちょっとこれ目隠ししてください、うん、はい、あれ、エコの音、エコの音、この音何、大丈夫なやつ。大丈夫か。ちょっと待てな。はい、 今から混ぜるから。おお、すごいイカスミやで、これ。うせやん。いや、でも匂いは、でも確かにめっちゃうまそう、うん、最後に隠し味でこれをちょっと入れときましょう。お、隠し味があるから。これはでもあれな、美味しくなるの。うん、イカスミじゃない。うん、確かに。いや、見てへんけど。完成。開けていいよ。はいはい、うん、これがイカスミパスタ。見栄えは悪いですね。はい、完成したイカスミパスタ、ちょっと食べてもらいましょう。はい、いただきます。うん、いい匂いはしないね。うまそう。あ、まあ、いい匂い、まあ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 、まあ、食べちゃって。まあ、まず、まあ、ちょびっとだけね。まあまあまあ、そうやな。まあ、ちょっとだけ、ちょっと絡めてる。じゃあ、いただきます。うん、うまい。うん、うまい。いや、今日来てくれたわけやからさ、うん、ごちそうしなあかん。うん、うまそう。今日俺のおごりやから、それ。うん、普通にうまい。普通にうまい。リアルな方で、リアルな方で。なんでこんなん美味しいの。いや、うん、美味しい。そんなにうまそうに食ってるけど、それ習字に使う牧汁めっちゃ入ってて、それとイカスミのソースとちょろっと混ぜただけやで。めっちゃ牧汁入ってるで。え、横の来るの全部あれな、牧汁なの。ほとんど牧汁。今日も僕の動画を見てくれてありがとう。明日も会えると信じて。